はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、前回ですね、クジャラートのなんだっけ、影武者のなんとかさんを倒して、じゃあ水流のところ行こうっていう感じだったんですけれども、ちょっと、クリスタルパレスに来てみたら衛兵さんがいなくなってるんで、これ多分アクアマリンできますね。ナイトハルト殿下に謁見しよう。お前に頼みがあるのだが聞いてもらえるか。もちろんですしかない。ディスティニーストーンの一つ、水のアクアマリンには伝説がある。水のアクアマリンは風のオパールと共にバハル帝国の最高の宝だった。メルビルはその力で初代皇帝になったとも言う。その後アクアマリンはローザリアの子孫ローザ・ライマンの手に渡った。その経緯はよくわからんが、ローザは当時の皇帝のお気に入りだったらしい。アクアマリンはローザリア王国の宝として受け継がれた。伝説では偉大なるカール一世がローザリアに永遠の繁栄をもたらすためにクリスタルレイクに隠したということになっている。あの豪気なカール一世がそのような姑息なことをするはずがない。実際はカール一世の死を聞いた大臣の一人が密かにクリスタルレイクに隠したのだ。彼は隠し場所を己の中に秘したまま没した。それゆえアクアマリンがクリスタルレイクのどこにあるのか誰にもわからないのだ。そのアクアマリンを探してほしい。偉大なカール一世の伝説のおかげでアクアマリンを探す者はローザリアを滅ぼす者として捕らえられる。私が許可したと知れれば多くの者が我先にとアクアマリンを奪おうとするだろう。それゆえ密かに探索してほしい。もし捕らえられても私は無関係な顔をしなければならない。だがローザリアの今後のためにアクアマリンを手元に置いておく必要があるのだ。頼んだぞ。じゃあ警戒が解かれるわけではないの？知らんぷりされるってことは。結構な任務だな。だがそれゆえ兵士を倒したとしても知らんぷりしてくれるということだ。逆を言えば海賊行為ができる。こっちには海賊のプロキャプテンホークがいるからな。これマジどうすんだろう。あ、これなんか見るんだよね。何もない。これわかんねえよ。ほんと何もわからん。来た。地図はない。これ捕らえられてさ、なんかイベントでもうそのまんまさようならみたいなのはないよね。戦闘にはなると思うんだよな。これノーヒント？マジで？何もわかんねえんだけど。いや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 、これどうやって探すの？来た、ちょっと接触してみよう。捕まってしまった。あ、やっぱそういうパターンか。戦闘ではなく、戻されるのか。ちょっとこれは、普通に、攻略サイトを見よう。なんか結局よくわかんねえや。あ、このチャポーンってなってるの関係ある？ちょっと待って。チャポーンのとこ。お、あんながあるじゃん。洞窟の入り口入ってみよう。どうせ追われてるんだ。ここ洞窟 A かな。あ、 A だ。ってことはここではないんだよな。あ、チェーン発生しなかった。チェーンって別に絶対発生するわけでもないんだ。あ、あれやってねえわ。そういえばクラスを合わせてない。まあいい、このくらいすぐ行けんだろ。いいね、上がる上がる。だからジュエルが欲しい今の俺は。あー、こいつ強えんだよな。戦の大木で衝突も使うか。早打ちで、あ、オークスしか飛びさせてねえや。スタンしろ。ヒレパンチ99。コブラストで倒せないからね。硬いよな。サイコブラスト2回使うんだけど。
あ、ショートスキン使っちゃった。もったいない。なんとかしてくれ。よし、なんとかしてくれた。 BB 腕力、体力、精神、魔獣の牙。バーバラはどっちかっていうと、これは罠ないか。116円。いやー、金もまあ欲しいは欲しいけどね。ジュエルなんだよな、やっぱり。126食らうな。いけ。あ、お、力や力や、リコマ強い。アルベルトの知力がどんどん上がっていく。ジャミルめっちゃ上がんな。フォーク、今お前が活躍する時だ。宝を壊した。え、またなんか変なのか。山親父、力や1使うのか。でもまああの攻撃力で1くらいだったら悪くはない。ハンマー158。なんでさ湖に山を親父が出てくる。お、デタラメはいいね。まあまあまあしょうがない別に。命中率はデタラメ屋だからね。全体攻撃があるっていうだけでかなり役立つ。デタラメは確かに最初の方で覚える技だから、弓要員1人入れててもよかったかもね。これかわしてケツを取る。先手を取ったところでっていう感じもする。デタラメはあれだな、やっぱり全体攻撃は武器パワーを消費するね。もうこれだけさ金つぎ込んでさ、新しいキャラとかも入れる気しないで。おお、アクアマリン全部手に入れた。全部って何。500円。よし、25ジュエル。いいね。じゃあここは出よう。なるほど。で、あのなんかチャポンってなってるところを探せばいいんでしょう。これアクアマリン地図見つけたのにここはダメなんだ。これさっきのとこじゃないよね。わかんない。なんか同じなんだか同じじゃないんだかが区別がつかん。あ、 B だ。チェーン、チェーンはまあ望むところ。サイコブラスト2回使えるからね。敗北で倒して、まあまあまあ上がって判定2回あるのはまあいいよな。超いっぱいいる。しかしここはサイコブラストで押し切る。アルベルト早く。アルベルト補正かかるのか。垂直落下式遅い。しかも当たんね。こいつらの攻撃はあんまり無意味だからな。全てはこれで終わる。滅する。器用さ上がってくれるのいいね。器用さ BB いいね。フィッシュフック、なんかの材料かな。またこれチェーンになりそう。早めに打ってくれ。112、やばい。2発食らったらやばい。ルテうがてサイコブラスト。うおー、親父がいっぱいいる。一応ブレードロードかけとこう。デタラメもかけとこう。これはもう油断しない。痛い。よし、早い。やっぱりな、倒せなかったか。死んだ。ブレードで決める。ヒットポイント。で、ここは宝箱。これ鉱石とかさ、取れ、鉱石ゲットするやつがあれば鉱石取れんじゃない。ターゲットか。
指はでも両手持ちだからね。まあ一応あれちょっと待って、今 どういうあれだった。スマートガード、大盾、バックラー、ターゲットバックラー、一応つけるだけつけとくか。あ、でも重量感上がんのか。意味ないんだったら装備しない方がいいよね。上がるわけではないから。あとこっちの方のチャポン、これじゃなくてもうちょっと奥チャポンがあるんじゃない。あれあっちのチャポン行こう。しかしこいつらは直線的にしか動けない。どこだ、ここら辺ない。どこだ、もう一回チャポンってなってくれ。あ、こっちか。もう完全にさ、魚の顔しか見えない。洞窟の入り口よく見えるな。俺には見えないぞ。あ、何そういうこと。まあいいだろう。水の水晶体がちょっと強そうだから、こんな感じでいくか。アンカー食らうな。お、演武剣、これも全体じゃん。かっこいい。すげえ、いい技を覚えたな。あ、なんだ、真ん中のやつ当たってない、もしかして。しかし無駄だ。めっちゃすげえな。どうやって海の中で動いてんだ。ってことはなんかここが当たりっぽくない？いきなり宝箱あるけど。 D300 円。そう、ここジャンプしろって言ってくるんだよね。なのでジャンプやってきました、ちゃんと。いや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 、入り乱れすぎだろ。で、一回サイコブラストのとこ、ここはサイコブラストでなんとか。あ、てか防御、あ、でも防御しちゃうと技を覚えないんだよな。で、3連戦になってるから、次はちょっとブレードロールで乗り切ろう。敵次第だけど、きつかったら。敵自体はそんなに強くないけど、ちょっとめんどくさそうだな。撃つか。こいつにも通るようにはなってきたな。上がらない、もはや弱い。じゃあ炎のロッドでつきますか。でブレードロール使っちゃおう。高速時期で110、こっちは140、150近く当たった。新人っぽ。炎のロッドかっこいいな、ほんと。うおー、完全ガードされてる。アンラッキー。炎のロッドってさ、細剣っていう感じで完全に剣だよね、これ。長さ的に。知力プロテクター、絶対落とす。プロテクター、ちょっとこれまたチェーン発生しそうだかもな、こいつらで。うわ、おい、だが先手を取った。これはいける。おお、倒せるね、一発で。線と当たってるし、いや、こいつも雑魚だな。サイコブラスト、サイコブラスト一発で倒せないのか。あれ、これ別の魚、強い魚、高圧。キュキュキュ、なんだ、めちゃ食らってんだけど。色違いの敵になるとさ、見分けがつかねえ。消えよ。さあ、こういったスライム、おお、多いやん。1,2,3,4,5,6,7 体いる。これ全部で何体まで出んので、全部サイコブラストで倒せる。多分倒せんな。あ、このシザーマーダーだけちょっと危うい。あ、待って、土のやつも怪しいか。
最高だ。それまず様子を見る。誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。やっぱ明治スタッフで上げてるのが功を制してるかな。これこのままちょっと適当に行って、敵がいるはいるな。ちょっとマップ見よう。ん？なんだ？あそこアクアマリンっぽくね？左もあったのか。ちょっとチェイン。サイコブラスト。もうひたすらサイコブラスト無双だよ。でサイコブラストがちょっと火力落ちてきたときに別の代替案を考えなきゃいけないけど、おかげで効かない。まあ、別の代替案は火の鳥なんだけどね。火の鳥を扱えるやつが欲しい。あー、こいつは硬い。力扱うか。大アクス結構減ってんな。23とかになってたな。3割125か。362いいね。強い。知力いいね。知力がどんどん上がっていくわ。じゃあちょっとこっちのくぼみの方も見ていこう。宝箱があるかもしんないし。ジャンプ、いや、よし、1ジュエル。まあこれ1とかコツコツだよな。鉱石発掘できんわ。ジャンプ。往復だから結局2回使うんだよね、こういう場面って。ケツを取りたい。よし、ケツを取った。敵屋じゃない、早打ち。弓強いよ、結構使いやすい。火力全然申し分ないからね。まあ、誰が何に向いてるかって言われたら、でもクラス変えちゃえばね、結局向き不向きも変わるから、隠し通路とかないよね。これアクアマリン取ったらナイトハルト殿下に渡したくはないんだけどな。まあでも最初だからちゃんとイベントをこなすっていう意味で渡す。褒美もらえるし、褒美はちゃんと確認しよう、ネットで。まあ、ネットとかない時代はね、あの直前にセーブして全部見て選んでたからね、一個ずつ見て。扉開く、これ。あれ、開かない。え、マジで。は、あー、下降りんのか、もしかして。こっち側じゃなくて最初の入り口のところにあった矢印の方向へ行くのか。これなんだ、じゃあ出口かな。アクアマリンを取ってこっちから出て帰ってこれるよ的なショートカット、それは考えられるな。まあ、敵買い倒せばそうそう復活はしないからね。でアクアマリン取って褒美もらってって何にするかだけど、金が一番無難なんだろうな。金を取ったらまた装備を整えたい。え、なんか変なのがあったけど、いや、これ当たるとどうなる。押せる、押せない。ボー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 、単純だな。ちょっと左行ってみよう。くぼみは全部チェックする。いや、これ入る前にさ、なんか何のアビリティ、一応ジャンプは絶対必要とかそういうのは確認してるんだよね。いや、来た、こいつ強いんだよな。ヒルスパンチ。サイコブラスト。
もののロットっていうよりはサイコブラストで行こう。もう一回丸かじり199。もう199も耐えられるか。かかとにくいね。多分だけどコスパよく使えそう。あ、なんか手に入れたな、素材的なやつ。なんだかわかんないけど、チェインやってやりますよ。なんだよこいつは。いやいや、いけるいける。これさ、全然コスパ良くなかった。技とかどれくらい覚えられるの。別に忘れる必要ないよね。なんか上限とかなさそう。協力して戦っているのか。無駄なことよ。セットが70。一応ちょっとね、罠がないかだけは確認する。一瞬300円。でこっちもあるんだよね。なんもないんですよ。もしやなんもねえ。あいつワープしてね、前に来るんじゃない。チェーンはしなかった。あの骨は弱いはず。全員弱いわ。上がる威力、愛、魔獣の牙。こいつも倒そう。前はもうこいつら出てきたら、うおーいっぱいいるってなってたけど、楽勝だな。服、誰の服だ。着たくない。あのリザードのうちの誰かの服なんだろうな。倒して結構綺麗な服が残ってたから、これパクってこうっていう、そんな感じか。いや、サイズとか合うの。アルビルド結構小さいよね。あれ、どっちから来た。え、ちょっと待って、別これ。あ、全然別だ。一気に全集中してる。これ右行けないのかな。行けない。ちょっと待って、行きたい。宝箱235円。ツバイヘンダー、ツバイヘンダー別に強くないからな。ちょっと待って。ええマジそんなんある。やっべ、全然セーブしてないんだけど。え、ひどくないこれ。めちゃくちゃショックだわ。というわけで、地獄の石化ゾーンを突破して、地図的には左上のところですね。ここが、あ、ワープゾーンかで、多分ここの地に来るんだよね。ちょっと待って。おー、いた、びっくりした。単純に戻されただけかと思った。丁重に保管されてるな。おーおーおーよいよいよい、罠か。下から行けそうだけどね。ゴーストシップどうする。ローザリアサーベルか戦うのか。攻撃で行こう。全然使ってないからね。で、死んだから力矢を覚えてない。その代わりホークがね、ブレードロール覚えました。ウォーアックスの方の攻撃で行こう。お、古典、古典545ですね。攻撃、おー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 、いくつ食らったんだかわからん。475か。サイコブラストが弓なんか覚えてほしい。どうする、回復に回る。6しかないから使えるか。あ、ムーンライトヒル使えるな。アルベルト行こう。で9も使うんだ。でも強いよね。で、挙撃
触手。よし、リフレクト。全部リフレクトした。下ね。ジャミュー食らってたら死ぬ可能性があったかな。結構250くらいは触手で食らいそうだからゲ。そうか、あ、力覚えた、やった。倒したい。これはミスってるし。生命波動ってどれくらい、ちょっと使ってみよう。普段使ってないやつを使う。力学5だからガンガン打ってこう。なぎ払うわ。これ全体っぽい。ってかメイルストロームクラスじゃん。なんだ、うお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 う、やべえ。スプラッシュアロー、お返しだ。いやちょっと待って、強えぞこいつ。普通に力屋、力屋なんか超えてるから高い。一人連携してきやがった。触手触手、痛い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 。バチン518。いやー強え、普通に強え。ここまで来て勝てないか。マジか、強い。これでダメなら出直す。サイコブラストはちょっとやめておこう。生命波動にしてみよう。ローザリアサーベル、あ、強振剣が強いんだっけ。これにしよう。衝突剣のちょっと技がない。攻撃触手、あーこれ死んだな。フォークブレード、いいの覚えるの。あんまり強くない、古典よりは弱かった。強振剣834、強い。ハードヒット、覚える、覚えるけど、なんかこれだっていうのがない。衝突でいくか。ハードヒット6の4。じゃあこっちの方が強い。いやー、なぎ払うがマジでやばいんだよな。なぎ払うっていうレベルじゃないかな、これ。366、スプラッシュアロー。いやー、まあ覚えるは覚えるんだけどさ、無理だよ。スプラッシュアドで行こう。ガンガン使ってくさあ、しろ。さすがに無理だな。バーバラー、やられた。強振剣、これが頼みだ。クロスブレイク、超強いけど無理です。全然足りんわ。触手かわせない。衝突剣2回攻撃、やられた。先手でどうにかできないと思う。メイルストロム、本命が来た。いやー完全流されたわ。全然ダメージが分かんねえ。出直そう。強すぎる。まさかアクアマリンここまでとは。じゃあおとなしくマラルコ行きましょう。ここはまあ別にボスというボスがいるわけではあるか。あ、クジャラトヘがいる。そうだ、水流と戦う前になんとかさんと戦わなきゃいけないんだ。多分大衆の忘れちった名前、なんかどっか出てた気がする。ワールドマップ行けば、タルミッタ、トゥーマンか、トゥーマン、トゥーマンとは戦わなきゃいけないんで、まあ、トゥーマン大丈夫かな。まあいいや、とりあえず次はここへ行きましょう。クリスタルレイクはちょっと逃げ帰って、ここクリアして戦力強化できたらクリスタルレイクのアクアマリンを取りに行こうと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。